もうすぐ夏がやってくるけど、冷たい飲み物を持ち歩くとき必要な水筒ってどうやって選んでる？この牛乳瓶みたいな見た目と淡いカラーが可愛い。しかも裏側についてるこれ、旧タイプよりも飲み口が広くなってて、飲みやすいのはもちろんなんだけど、注ぎやすいのも結構大事じゃない？あと何より洗いやすい。普通のスポンジでそこまでしっかり洗えるのってなかなかないんだよね。飲み口付近も洗いやすかった。家で使う場合におすすめしたいのがこれ。これ保温できるマグカップで、結構大きめなんだけど、大きい方が注ぐ回数減るから良くない？って気づいた。冷たさをキープしてくれるし、普通のコップみたいに結露しない。飲み口には蓋ができる。まばたきしとは見てね。